はい、おはよう。はい。今日はね、さこちゃん初めての譲渡会ですよ。はい、その前に一度外に遊びに出ます。そしてそうか、ご飯もあげなきゃいけないのね。今日の作戦としてはですね、さこちゃんは一度ケージを出るとほぼ数時間、戻らないという感じに最近なっています。なので、洗濯ネットに入れてキャリーに入れるは、ケージの外ということにしようかとなっています。まあ、自分でケージに戻ったらまた話は別ですが、ただですね、シオン君も今日は行かなくちゃいけない。シオン君は外で捕まえるとなると、もし感づかれたらこれは大変なことになってしまうので、全く捕まらない可能性があります。そこでですね、シオン君はいつも通りご飯で戻っていただき、まあゆっくりくつろいでいてもらうと、その上で出発15分前にチャコちゃんをキャリーに入れて、それによってシオン君が不穏な空気を察したとしてもですね、2人がかりでケージで、洗濯ネットに入ってもらいましょうという計画を立てています。さあ、うまくいくんでしょうか。譲渡会に遅刻はできませんので、15分前だとちょっと厳しいからちょっと前にしようかという形で、これからキャリーの外に出ますが、大丈夫ですね。準備はいいですね。はい、オープンします。ハンズちゃん、はい、じゃあ今日は社交界デビューだからブラッシュしましょうか。昨日もだいぶしたけどね。なんか背中のここだけいつも怖くてですね。なんだろうね、シオン君と遊んでるとなっちゃうのかな。でも朝1なんだよね。朝1でどこに会いするよ。ああ、ほんのちょっとだ。
移動。はい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 。ちょっと避難ね。なぜならこの人がだいぶ興奮が始まりましたので。あ、あんずちゃんはい、あんずちゃんは一人でここまで来たもんね、うん、そしてしおんくんは何やそうとしたもんちゃんの大好きなねカメラとかあったからね、そこいいよ、遊んで。壊れちゃってるね。そろそろ変えるか、うん、中に入るのが好きだったから、うん、中は平気だろうね。まあね、多分それが中の爪とぎがもうボロボロかな。ちゃこちゃんとしおんくんの、キャリーに入れる作業が多分難航するであろうという予測があるので、だいぶ前に買ったですね、一度紹介してると思いますが、このバッグ型の、洗濯用ネット、これもうまくいったら使ってみようかなと。ね、うちの今いるにゃんこの中では唯一袋の中に入りたがる、あ、しおんくんも多少やるか、ちゃこちゃんが袋を見つけると入るという性質を持っているので、自分からもし入ったらですね、今んとこ気がついてませんが、それを利用してみようかなと。ここにも通常の網の目のこう粗いやつですね、洗濯ネット一応用意もしてあります。これは2日3日前から、表に出してしおんくんが警戒しないように慣れさせているところです。だいぶ気使ってます。さあうまくいくでしょうか。君も洗濯ネット好き？結局さ、うん、ちゃこちゃんは、うん、ダメって言うとやるんだけどね。ジャン君チェックも入ります。上の方から見てて、なんだろうなぁと思ったでしょ。いいよ、ジャン君が入ってもいいんだよ。
しぶりにジャンポンプロレス開催されています。あ、レフリー入りました。こっそりアンズちゃんが今出ようとしていたけど後ずさっていきました。はい、アンズちゃんはもともと自分のケージだったこっちの2階建てに入りましたよ。だんだんちょっとずつエリアを伸ばしています。外でなでなでをしたいな。アンズちゃん前みたいに隠れないように。アンズちゃん、はい、これご飯ね。はい、シアン君も走って戻ってきました。リカちゃん、うん、手だね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ご飯。ちゃんとご飯だよ。うん、どうした？甘えたいのか。甘えたいのと、最近コリ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 よって思ってた。はい、ご飯食べな。いいよ。朝計画していた外で、洗濯ネットにちゃこちゃんだけ入れようっていうのは不思議なことにですね、帰っておいでって言わないと自分で戻ってきました。特にご飯を食べにでもなく、どうしましょう。じゃあちょっとバタバタになるかな。予定外だから。この間ちょっと失敗しちゃったんだよね。さあ考えましょう。